塩化隊豚骨ラーメン鹿児島。揚げ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は細くて気泡感があります。軽い食感ですが表皮が硬く頼りなさは感じません。麺の質量が 55g と少なく、1回分の食事としては物足りなさを感じます。スープは白濁した甘めのミルキー豚骨です。とてもスッキリとしていて喉越しも軽やかです。獣臭さやニンニク臭、辛い刺激はありません。また油っぽさも弱く力感に欠けます。具は緑のネギと茶色の揚げネギだけで、香りは今一つですし少し寂しいです。良くも悪くも引っかかるものが何もないようにスムーズですが、エネルギー補給のためしっかり食べたいときには不向きです。